伊勢から頃の、も姿で、即位礼正殿の儀に臨む雅子。コ。義犬は皇后のみに許される白字である雅子は、日本の第126代天皇、徳人の皇后。皇族。元外交官、外務官僚。お印は浜なす。継承は陛下。君党は、国党。旧名は、大和田マ子コ。尾和田常。 小和田由美子夫妻の第一女子、公女子に、年の宮愛子内親王がいる。住居は、東京都千代田区の公共御所。1963年12月9日、外務省職員であった、小和田常、由美子夫妻の長女として、東京都港区赤坂葵町にある、虎ノ門病院にて誕生。出生時は、一家で、世田谷区、 桜上水の外務召喚者に居住していた。父の常が在ソ連日本大使館一等書記官に就任したため、一家で私ロシ一歳数ヶ月からソビエト連邦をモスクワで過ごす。二歳の終わり頃から、同国のモスクワ私立ジェツキサートナンバーワン127保育園に通園した。当初は慣れない言語や集団生活で泣き出すこともあったが、 ロシア語もすぐに上達し、妹たちにロシア語で話しかけたり、寝言もロシア語で言うほどだったという。この時、モスクワ市のクツゾフスキーで過ごした。1966年7月、一家で渡り水市、スイス連邦をジュネーブで過ごす。同地で妹としてレイ子と雪子の双子が誕生。後年、母のユミ子と生後直後の両者は、 ベルンのスイス大使皇帝に滞在したため、常と政子だけモスクワに戻り、家政婦と三人での生活を送った。1968年5月から、父が国際連合日本政府代表部一等書記官に就任したため、アメリカ合衆国のニューヨーク州ニューヨーク市に一家で渡り、ブロンクスクのヘンリー・ハドソン・パークウェイという郊外で過ごした。 この頃から区内のコンドミニアムに家族と引っ越し、同年9月から1年間、ニューヨーク市立第81パブリックスクール付属幼稚園に通園する。1969年9月、市立第81パブリックスクールに入学。この頃からピアノを習得し始め、またこのアメリカ滞在期間中は日本語を忘れないよう、ニューヨーク補修授業校に通学していた。 1971年3月、父が外務大臣秘書官事務取扱いに就任したため、一家は日本に帰国し、新宿区大久保の国家公務員官舎に居住を移転する。目黒区立原町小学校第1学年に編入し、5月には新宿区立副小学校第2学年に編入する。第67代内閣総理大臣。 福田竹雄次男、横手育夫一家と毎年冬になると1、2週間スキー旅行をしていた。義母の上皇后美智子が、双葉小学校付属幼稚園に通園していた、当時の担任教師が開設した塾に通い、編入学試験の勉強を1年する。1972年4月、田園調布双葉学園、田園調布双葉小学校の3年生に、編入学する。 生物部に所属し、卒業文集に、将来は10位になりたいと記した。この頃から江頭豊田区にて同居を始める。1975年4月、電園調布双葉中学校に進学し自ら、ソフトボール部を結成し活動した。1978年4月、電園調布双葉高等学校に進学。1979年7月から、父が、 在米日本大使館講師に就任したため、1985年6月までの6年間、米国のマサチューセッツ州ボストンへ一家で移住する。1979年より、ボストン市郊外のベルモント市にある、マサチューセッツ州立ベルモントハイスクールへ11年生として、転入学し2年間通学し、ソフトボール部と、数学クラブに所属した。ハイオナース 最優等学生と認められ、アメリカ政府が、米国全体の上位5%の生徒に送る、ナショナルオーナーソサイティナショナルオーナーソサイティを受賞し、在学中、地元紙が年に数回掲載する、成績優秀者の欄に常に登場していた。また、ドイツ語科において、ドイツ政府運営のドイツ総領事賞及びゲーテ、インスティートート賞を受賞するなど、語学活動にも、熱心だった。 この期間、高校から大学1年にかけて講談社がアメリカで編集制作していたエンサイクロペディア・オブ・ジャパンの編集を手伝う。1981年、同ハイスクールを卒業する。同年、ハーバード大学経済学部に入学。国際経済学専攻。ハーバード大学のほか、イエール大学、プリンストン大学など、複数の IB リーグ校に合格したが、 日本で就職するには、名前の通った大学がいいと考え進学した。常が在ソ連特命全権講師に就任したため、雅子一人を残し、一家はロシア連邦のモスクワに引っ越す。在学中は、心身障害児の運動指導やフランス語のサークルに参加した。また、一学時時に日本文化クラブを自ら創立し、一年児の時に書記を担当。 二年次で副会長、三年次には会長を務める。地日派の研究者たちを招待しての講演会、浮世絵や脳の紹介、黒沢明監督作品などの日本映画上映、習字、折り紙の紹介、日本食の試食会、ダンスパーティーなど、日本文化を紹介するイベントを企画していた。さらに学生評議会の公表担当もし、 アンドル・ゴードン教授の助手として、日本現代史関係の資料研究を手掛ける。一年時の夏休みには、ドイツのゲーテインスティチュートで2ヶ月滞在し、ドイツ語の特訓をし、2年の夏休みには、フランスのグルノーブル大学のフランス語書き講座に参加するなど外国語の活動も活発だった。マサコが日本で教育を受けた期間は、計9年4ヶ月であり、 海外で教育を受けた期間は、計9年と、若干多く日本の教育を受けたこととなる。また、初等教育、中等教育は日本で生活し義務教育を受けているため、厳密な意味での帰国子女ではない。1985年6月、ハーバード大学を卒業する。専攻は、数理経済学。 卒業論文、エクスターナルアジャストメント2、インポートプライスショックス、オイル・イン・ジャパニーズ・トレード。成績優秀な学生に贈られる、マグナカム・ムラウデーを受賞した。1985年の卒業生は、大学全体で1681人であり、マグナカ・クムラウデーを受賞した学生は全学年を合わせて55人、マサコが在籍した、経済学部では3人だった。 卒業論文の指導教官だったジェフリー・サックスは、卒論のテーマは、70年代と80年代のオイルショック後の日本の貿易政策で、輸出を増やし石油を輸入した、日本のやり方を分析した。彼女のコンピューター分析は、特に学部生としては高度なものだった。夜遅くまでコンピューターにかかりきりだった姿は、忘れませんといった評価をした。また、 指導したエズラ・ファイベル・ボーゲル教授は、彼女は、非常にプロフェッショナルな意識が強い女性で、よく勉強しましたと評している。1986年、米国から帰国後の4月に、東京大学法学部第3類の3学年に、外部学士入学する。100名中3名の合格であった。雅子は皇太子ナルのの婚約内定後にこのことを、 振り返り、米国に残ったら、寝なしそうになってしまうような気がして、日本に帰りたかったと語っている。東大在学中の学友には、工藤幸恵などがいる。中スウェーデン特命全権大使、村住康氏の娘が外交官になったことに刺激を受けて、外交官を志し、同年10月に、外務公務員上級採用愛酒試験に合格し、外務省入賞が決まる。 合格者は28名で、うち女性は3名であった。渋谷区広尾の公務員官舎に居住し始める。1987年に東京大学を中途退学し、外務省に入省。経済局国際機関第2課に配属された。この頃から東京都目黒区南にある、小和田、江頭両家の2世帯住宅に居住し始める。 1988年から外務省の研修留学として、オックスフォード大学ベリオールカレッジに留学。国際関係論を専攻私学部長のアダム・ロバーツ、教授の研究室で、日本の国防産業や時期、支援戦闘機選定問題についてよく語っていた。その頃より、交代し非候補と報道され、大学にまで日本からのマスコミが押しかける騒ぎとなっており、 他の寮生に迷惑になるからと、ホリウェルマナー寮にはほとんど滞在せずフランス・パリの寮親宅にいた。同年7月9日から11日に、第16回先進国首脳会議の半導体の市場開放問題担当、海部都市記の通訳の一人として、小和田常と共に、不死で、米国に出張。1990年6月に研修留学から帰国。 7月1日付で、北米局北米2課に配属された。経済局国際機関、第2課配属、OECD の担当をしたのは1年4ヶ月。北米局北米第2課勤務は2年8ヶ月。総計して、外務省での職歴は5年10ヶ月である。配属の2日目は徹夜で業務をこなし、その後の徹夜はないが週に3日は、帰宅が。 午前様になるなど激務であった。1991年3月には、スウェーデン首相イングバール・カールソンの歓迎夕食会に通訳で出席。同月11日に、港区外務省イ倉クラ交換で行われた、米国国務長官、ジェームズ・ベイカーと当時の外務大臣、渡辺道夫、竹下登、中曽根康弘の会談の通訳など、語学力を活かして幅広く活躍した。 皇太子、なる人新郎と、小和田雅子の結婚の儀を印に選ばれた浜那須当時、皇太子なる人新郎の配偶者選考は大きく3種類のルートによって行われた。一つ目は、天皇、秋人の成婚時に、名前の上がったお非候補のリストをもとにその娘について、追跡調査するというもの。二つ目は、昭仁天皇の学習院初等科時代以来の学友グループ。 坂市会を中心にその市場を交差するというもの。最後の三つ目は、皇太子自身の交友派に、個人的な交友関係、友人知人及び親戚などの知り合いから好ましい、女性を探すというものだった。政子は、最後のルートから浮上し、1986年10月18日に、 来日したスペイン国王カルロス一世の長女、エレナ王女の歓迎レセプションに出席した時に、ナルヒト新郎と知り合う。このパーティーはオアダ条約局朝礼上として、参加したに過ぎなかったが、母、ユミコのいとこが、元スペイン大使夫人であり、スペインとの縁がもともとあった。同年11月に、ともひと新郎が名誉総裁を務めていた。 日英協会主催のパーティーで顔合わせをする。同年12月に、東宮御所で催されたうちわの茶会に、一家で招かれる。出席者は、外務省関係者やハーバード大学教授、弘中平介道夫人など学者家族と、皇太子、秋人新王と、同妃、道子、高村、なる人新王を囲み、約2時間歓談した。 1987年4月上旬、日英協会のパーティーでなる人新郎と再会する。4月下旬、高窓宮家の休務官から電話で招待され、赤坂御用地高窓宮邸の茶会に、政子ほか数名のお飛候補が招かれた。高窓宮同妃となる人新郎と勘断、夕食を共にした。同年10月24日、東宮御所で夜の茶会が催され、 なるひとしんのう、なるひとしんのうの学友で、旧皇族、かやみやけのかを正則と3時間ほど歓談した。同年12月9日、24歳の誕生日に、皇太子からの花束が、東宮寺無冠を通じて、おわだ邸に届けられる。1991年9月、東京芸術劇場で開かれた、中村ひろこのチャリティーコンサートの打ち上げの席に、 高窓の宮家が政子と母の弓子を招待する。1992年8月16日、すでに皇太子になっていた成人王の音、柳谷健介宅にて5年ぶりに再会する。平成5年の誕生日記者会見で、警備なしという、極めて無防備な状態ではあったわけですけれども、それをする価値は、十分にあったという、このことに関してはそういうふうに思っていますと述べている。 鴨場でのデートも話題になった。柳屋が再説得に乗り出すとともに、皇太子なる人信王から電話での説得が行われており、11月中旬、悩みから外務省を大腸不良で10日ほど休む。同年10月20日には、気持ちが決まらないという趣旨で、小和田やサイドから断りの返事がされるが、 同年12月12日に交代し、なる人新郎からの求婚を受諾している。その他の有力候補には、金城天皇の学友で、元家族、男爵の赤子現象の長女がおり、1988年秋の、秋篠宮文人親王のダブル婚約の動きがあったが、赤石屋の事態でこの話は立ち消えた。元男爵。 三井公衆の娘、元白尺、徳川宗政の娘などもいたが、いずれも、大学卒業後早期に結婚したため白紙となる。その後最も有力と言われた日の候補には、旧皇族で、国国明の長女がおり、数回見合いをして、電話やファックスのやり取りを重ね前年には、国家も当人も了承し、内定寸前まで話が進んだが、 皇太子自身が政子への思いを捨てきれず結局は破断となった。皇太子引き1993年1月19日、皇室会議にて皇太子、なる人新郎日に内定し、記者会見を行う。ハーバード大卒で外交官という、いわゆるキャリアウーマンであること等が世間の注目を受けた。同年2月をもって外務省を退職。 同年4月12日の納祭の儀を経て、同年6月9日に、皇太子、なる人心の音、小和田雅子の結婚の儀が取り行われた。結婚の儀のテレビ中継の最高視聴率は77.9%を記録した。聖婚パレードには沿道に19万人の市民が集まり、テレビ中継放送の最高視聴率は79.2%を記録した。 6月17日に、皇太子妃、雅子の名が、皇統府に登録された。1990年代頃に、皇太子妃になる、小和田雅子の愛車が、トヨタカローラ2であると報道され、販売台数が、爆発的に増加した。成婚を記念して、京都府より献上されたバラ、エグランタイン、雅子皇太子妃時代の雅子1994年11月に、サウジアラビア、 オマーン、カタール、バーレーン、そして1995年1月に、クウェート、アラブ首長国連邦を、ヨルダンにおける皇太子なる人信王の公式訪問に同行した。1996年5月、米国のニューズウィーク氏が、日本のマサコ皇太子妃は、伝統の中で能力を発揮できないという趣旨の記事を掲載する。 同年12月の誕生日記者会見には単独で、王子、以後2002年まで6回、単独会見を開いている。1999年12月10日、朝日新聞が、長官一面で、交代史費、政子の解任の兆候を、スクープ報道する。宮内庁及び、同等偶職は、複数回にわたり、加熱報道の自粛を要請した。 皇太子妃雅子は12月23日の天皇、誕生日一般参賀には出席したが、その後12月30日に、渓流流山の手術を受けたと発表された。古川清東宮大部、川口正幸東宮寺長、医師の岡井隆が、記者会見を開き、解任が、早期から大々的に報道され、雅子妃に新郎を与えたことを批判する一方、 海外訪問との因果関係については否定した。また、過度の報道に対してなる人信能は遺憾の意を表明した。2000年2月から公務に復帰する。2001年4月16日に解任の可能性が発表された。同年5月15日に解任が正式に発表された。同年12月1日に第一工場し、年の宮愛子内親信濃が誕生。 四次問題のプレッシャーがかかる中、結婚から8年余りでの第一子誕生だった。2002年12月、皇太子、なるト親王と共に、夫妻で、ニュージーランドと、オーストラリア両国を公式に、親善訪問にした。2003年12月3日に、退場方針を発症し、公務を休み療養した。2004年5月、夫のなるト親王が法王を前にした。 記者会見で、政子のキャリアや、そのことに基づいた、政子の人格を否定するような動きがあったことも、事実ですと発言。海外育ちで、国際派と見られていた、皇太子妃政子と、伝統と慣習に、厳格なく内いとの間で不和があることを伺わせた。この発言は、人格否定発言と呼ばれ、大きな反響を呼んだ。同年6月。 適応障害の医師の診断を受け、療養に入る。2006年8月17日から31日まで、オランダ王室のベアトリックス女王の行為で、療養のため、オランダ王国へ、夫の皇太子、ナルヒト親王と長女のトシノミアアアイコナイと、共に、一家で旅行し海外西洋した。オランダをはじめベルギーあるクセンブルクの王族と、交流した。 2010年3月以降、学習院初等化で、学校生活内で問題を抱えた長女の年の宮愛子内親王を母親として気遣いって登下校に付き添うようになり、外出の機会が一時期増加した。2013年4月28日、皇太子同妃は、オランダ王国政府からの招待を受け同国の公式訪問が実現し、30日に、同国首都アムステルダムにある、 新協会で国王ウィレム・アレクサンダーの即位式に出席した。海外公式訪問は、夫妻で2002年にニュージーランドとオーストラリアを訪問して、以来約11年ぶり。同年10月12日、全国障害者スポーツ大会の開会式に10年ぶりに出席した。2014年7月15日、武蔵寮墓地に12年ぶりに参拝、7月29日に、 伊勢神宮に20年ぶりに参拝した。8月3日には、全国高等学校総合体育大会に12年ぶりに出席、皇太子一家で競技を観戦した。同年10月29日、オランダ国王夫妻歓迎行事に出席、宮中盤餐会には11年ぶりに出席した。2015年7月2日から6日、トンガを公式訪問にし、4日に、 国王テュポー六世の大冠式に参列した。続く、昼食会では、ウルカララ王大使同フサイらトンガ王族と交流を持った。5日には、在留法人らとの懇談の場に参加した。同年11月12日、赤坂御苑で開かれた秋の園遊会に出席した。2017年6月16日、天皇の大位とに関する、 皇室天般特例法交付、同年12月1日開催の皇室会議及び12月8日、開催の第4次安倍内閣の定例閣議で、同法施行期日を規定する政令が閣議決定され、夫の皇太子、なる人信能が2019年5月1日に行為を継承する日程が確定した。天皇特人と皇后政子即位後の天皇特人と、 皇后政子天皇特人、愛子内親王と共に2019年4月30日、天皇の退位等に関する皇室天般特例法に、基づく代替わりで義父の第125代天皇、秋人が退位する。翌2019年5月1日に、夫の皇太子、成人親王が皇位を継承して、第126代天皇に即位した。これに伴い、 義母の皇后道子が上皇后となって、自身は立候補した。同日の皇居正殿、松の間での即位後朝券の儀に出席した。同年5月22日、東京都渋谷区の明治神宮会館で開催された、令和元年全国赤十字大会に、日本赤十字社新名誉総裁として、同名誉副総裁の文人新王妃、紀子、正人新王妃、花子、 ともひとし信子、ノひ、のぶのりひとし王妃う子とともに出席した。皇后雅子は、同役職を、退任した上皇后美智子から引き継いだ。同年8月7日、東京都港区の東京プリンスホテルにて行われた、第47回、フローレンス・ナイチンゲール気象授与式に、日本赤十字社名誉総裁として、名誉副総裁の文みひとし紀子。 マ人親王妃花子智ヒ、親王妃信子ヒト・親王妃ウ子とと共に臨席し、2名の同期賞受賞者への希少授与を行った。日本における子供の貧困率の高さに強い関心と、有料を持つことに加え、皇后・マ子は2018年に、最近、国内では、子供の虐待や子供の貧困など、 困難な状況に置かれている子どもたちについてのニュースが増えているように感じており胸が痛みます。世界に目を向けても内戦や紛争の影響が特に子どもをはじめとする弱い立場の人々に大きく及んでいる現状を深く憂慮しておりますと述べ新型コロナ流行の影響が経済的に深刻化してきた2020年4月特人は子どもの未来応援基金に お手元金と呼ばれる、天皇家の私的財産から出された5000万円を寄付した。その他、夫天皇との夫妻での公務等の活動歴については、主に、徳人天皇時代を参照。2020年11月8日、立皇子の礼の、朝見の儀で、この度の語儀が滞りなく、行われましたことを喜ばしく思います。 どうぞこれからもおすやかにお務めを果たされますようにと、公式行事としては17年ぶりにテレビを通じ、肉声を発した。2020年12月9日、57歳の誕生日に最新文章を発表を。新型コロナウイルス下に見舞われた一年を、大変に心の痛む年でしたと振り返り、困難に見舞われている人々に手を差し伸べつつ、 力を合わせてこの試練を乗り越えていくことができますよう、心から願っておりますと綴った。2021年1月1日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い新年、一般参賀が中止となったため、それに代わるビデオメッセージが公開された。これには、天皇徳人だけでなく、皇后、政子の言葉も収録されており、この一年、多くの方が、 本当に大変な思いをされてきたことと思います。今年が皆様にとって少しでも穏やかな年となるよう心からお祈りいたします。また、この冬は早くから各地で厳しい寒さや大雪に見舞われています。どうぞ皆様くれぐれもお体を大切にお過ごしいただきますように。と述べた。一般国民に向けては17年ぶりの肉声となった。また、 同日行われた新年祝賀の儀では、コロナ禍での国民の状況を鑑み、ティアラの着用は控えた。雅子のオックスフォード大学留学時に滞在していた、同大学の学生寮、徳人との間に出産した、子女、一女がいる。秋人と上皇后、美智子の高村にあたる。幼少期から、エキゾティックな顔立ちだと、たびたび言及されており、 東京大学在学中は、雅子の顔立ちを見て、日本人ではないのではと問う旧友に対し、ネパール人とのハーフじゃないかってよく聞かれるのよと語っていた。ミルクティー、果物、サラダ、ホタテ貝等を非常に好んでいる。幼年期から卵アレルギーである。複数国、地域での海外滞在や外交官という経歴もあって、英語のみならず、フランス語、ドイツ語。 ロシア語に堪能であり、高校時代には韓国語の学習にも取り組んだ。大和田家の古文書における書室は、江戸時代中期の1740年であり、越後国村上藩藩士の大和田帝左在門の子二人が、創生し、城下の本悟る寺で、釈入信、釈義信という法名を与えられた。村上市在区長の本悟る寺も、大和田やゆかりの寺院である。母妃は、 新潟市先生寺、1993年4月17日に、大和田常、弓子夫妻と雅子が母さん。妻の墓は、村上市に島寺で、母妃には、大和田忠尻母、明治七皇犬年7月28日永代京金一円、新潟県貫族氏族村上重と刻まれている。神一行によれば、雅子妃の実家の大和田家であるが、そのルーツは、 現在の新潟県村上市を治めていた、村上藩内藤家五万国の下級武士とされる。大々下横目、奥方月鬼岩番などの役職につき従術、西合流の達人の家柄だったという。大和岳を含め、村上藩氏は、母親戦争以来の三度にわたる火災で重要資料が消失しているため調査が困難であったが、山本茂の調査によれば、同心。 新六ただ安の子で氷方係りの道助ただ春11月11日64歳遺没という人物がおり、その兄弟、平五郎が分家し、平五郎の着男、銅像郷理7月28日没の三男が、近吉であると推測している。近吉の長男である寄付の代までは、旧、村上藩士が権利を持っていた酒の漁業権収入を相続していた。 イザベラ・カトリック勲章員としての紋章以下、年表記は、西歴か二桁のみ。小和田雅子に関するカテゴリー。ありがとうございます。